この not always っていうのがニューワードのところにありますので、ね、not always っていうのは、いつもそうとは限らないっていう感じの日本語の意味になります。英語のこの not っていうのはその否定したいもののすぐ前につく、これがポイントなんですね。いいかな。だから、さっきやった not only something っていうのこの not っていうのも not っていうのも not only でしょ。 not only ってことは only を否定してるってこと。だから何々だけって言ってからじゃないってことですね。今回のこの not always っていうのも同じです、ね、いつもを否定してるんであって、いつもを否定してるんであって、その文章全部を否定しているわけじゃないっていう捉え方。英語はこの not の位置っていうのは否定したいもののすぐ前に置かれる。だからそれはいつもそうではないっていう文章が次にありますね。Not always necessary ってことは必要、いつも必要ではない。この言い方はね、必要ではないって言ってるわけじゃなくて、いつも必要ではないっていうふうに言ってるっていうところがポイントですね。